ホーエンフリートベルクの戦い。方園フリートベルクの戦い。独、主楽と米方園フリードバーグは、1745年6月4日に行われたオーストリア継承戦争における、開戦である。プロイセン軍とオーストリア、ハプスブルク君主国軍とザクセン軍の連合軍が、戦い、プロイセン軍が勝利した。1744年、第二次、ージ支ン戦争における、 プロイセンの米面侵攻は、トラウンの言った、ちょうど戦術と補給戦攻撃の前に、大量の脱走兵を出して、プロイセンの大敗に終わった。1 7 4五年、新聖ローマ皇帝カール七世が死去して、隊員二名分を失い、一転して攻め込まれる側になった、フリードリ・ヒダヨーは、主霊寺園を返還して、和平を求めてはどうかという大臣ポデビルスの案を、否定して、 戦争継続を選び、軍の再編成を急がせた。大王の意図は、主力同士の一大決戦に持ち込んで戦況の挽回を図ることであった。一方のマリア・テレジアは、ワルシャワ条約で、ザクセンに、プロイン領分割を訳して同盟国とし、シュレージエン打開を目指した。春、ケーニヒグレーツに集結した、ロートリンゲン公使カール率いるオーストリア軍は、 ザクセンイコールバイセンフェルス公ヨハンアドルフ2世のザクセン軍と合流し、シュレージエに進軍する。大王はオーストリア軍の設置した補給船から連合軍の目指す進路を読み取り、合わせてプロイセン軍は損害大で再建困難との偽情報を送って、オーストリア軍をシュレーエに積極的に誘い込んだ。大王の計略にかかったカール公使は、 プロイセン軍は戦力を大幅に低下させており、ブレスラウまで撤退し続けると考えた。実際にはプロイセン軍は損害を補充して再編成を完了しており、フランケンシュタインに集結していた。5月末、連合軍はランデスフートからズデーテン山地を越えてシュレ霊ジエに入った。これに対応して大王は軍をシュバイトニッツ周辺に移動させ、 本営をあるとヤウエルニヒヒに置いた。大王は、シュバイトニッツの北、山越ルートの出入り口にあたる、シュトリーガウ全面を決戦場と定め、連合軍が到着するまでの間、デュムーランの部隊を置いて警戒させ、自身は、ヤウエルニヒヒから何度も寄港して、地形の偵察を行った。6月2日、オーストリア軍前衛部隊が、シュトリーガウ西方郊外に現れたが、 プロイセン軍は抵抗せずに場所を明け渡し、大王はシュトリーガウに若干の守備兵を入れるに止めた。プロイセン軍はシュバイトニッツから動かないとの報告を受けて、連合軍首脳はスパイの報告通り、プロイセン軍はこの付近で抵抗することなく、ブレスラウに撤退するであろうと信じた。そうして6月3日、リーゼンゲビルゲを背景に連合軍6万丁は山を、 下る最後の行軍を行い、大王の願い通りに、シュトリーガウ郊外に到着した。土煙を盛大に生じさせながら、古敵隊の水槽と共に軍機をはためかせてやってくる。連合軍の様子は、シュトリーガウ南西の丘から偵察していた大王にも、よく見えていたと自身の著作にある。カール公使は、宿泳の便を考えて、自軍を、ホーエンフリートベルクに、ザクセン軍をその北東、 ピルグラムスハインに配置して、陣を敷いた。村を利用して、陣を敷くことで兵士の負担を減らす目的があったが、これは、両者の間に距離があって、敵の攻撃を想定していない不陣だった。大王が決戦を起としているとは予想もしない。カール公使は、翌朝のシュトリーガウ攻撃をザクセンと打ち合わせると、戦勝を確信して、早々に床についた。この戦闘に参加したプロイセン軍は、 オーストリア継承戦争におけるプロイセン軍の一つの完成形である。フォー・フリードリヒビルヘルム一世時代からプロイセン軍は盛況と言われながら、しばらく実戦経験がなく、実際の戦場においてどれほど有効であるか不明なままであった。戦争勃発後、プロイセン軍には騎兵における弱点などが発見され、大王は戦争中も休戦中もその改善に努力していた。 その成果がこの戦いで発揮された。6月3日午後9時、大王は全軍に出撃を命じた。この際、シュバイトニッツの陣営は天幕を張ったままにし、かがり火も大いに焚いて、出撃を悟られないようにし、行軍中の音を消すために、武器は布で包み、放射の車輪には藁をくくりつけるという、徹底ぶりであった。本体の行軍開始に先駆けて、 デュムーランの前衛部隊が展開して、シュトリーガウまでの進路を欲し、敵将兵の接近を阻止した。デュムーランのフザールと連合軍の哨戒機兵はたびたび接触したが、連合軍首脳はこれを単なる石膏とみなして誰も気にしなかった。大王の作戦は、まず敵左翼、北のザクセン軍に集中攻撃をかけることによって、奇襲を開始し、敵の連携準備が整わないうちに、 ザクセン軍を敗走させてしまい、その上で西のオーストリア軍を撃破することだった。このためプロイセン軍は夜のうちにシュトリーガウの南を東西に走るシュトリーガウ川を渡り切ることが必要だった。日付が変わって6月4日午前0時頃、プロイセン軍はシュトリーガウ川の南岸に到着、ここで兵士に2時間の休息を与えた。この戦いでの最初の困難はこの川のとかだった。 シュトリーガウ川は小さな川で、とか自体は難しくないものの、夜中に敵に気づかれないよう静かにとかするのはなかなか難しいことだった。しかも、オーストリア軍の昇兵線が、大王の予想よりずっと東に押し出していたため、敵の直近でこれを行わなければならなかった。プロイセン軍が無事にとかを成功させることができたのは、かねてよりの訓練と規律の賜物とされる。 午前2時から4時にかけて、プロイセン軍は、シュトリーガウ側を溶かした。大王は軍を2つに分け、1つで北のザクセン軍を攻撃し、その間にもう1つが西に向けて、展開を終えて、オーストリアに対するものとした。デュムーランを先方とするプロイセン軍は着々と、ザクセン軍に接近した。午前4時を過ぎると、 後続のために進路を切り開くデュムーランとザクセン軍の将兵との間でだんだんと交戦が激しくなった。ピルグラムスハインの手前の丘に陣取っていたザクセン軍部隊がデュムーランの部隊を発見して慌てて砲撃を行い、デュムーランはこれを攻撃して敗走させ方を分取った。こうしたことがあってようやくバイセンフェルス公はプロイセン軍が目前に迫っていくことを知った。 バイセンフェルス港は外に散らばっている部隊をピルグラムスハインに引き上げさせ、その上で南に騎兵部隊を繰り出し、南西に不評戦列を展開させようとした。しかし撤退を図るザク戦軍の警戒部隊は押し寄せるプロイ戦軍に飲み込まれ、大部分が捕虜になるか戦死した。午前六時頃、大王の計画通りまずザク戦軍との間で本格的な戦闘が開始された。 慌てて陣地から出てきたザクセン軍の騎兵部隊は、もともと数に劣るところに加えて、展開を終えるか終えないかのうちにブッテンブローク率いるプロイセン軍騎兵軍団の突撃を受ける羽目になった。まずローテンブルクの強行騎兵の突撃を受け、シュティレの竜騎兵が続いて突っ込んできた。騎兵左翼では、ゴルツが駆けつけたオーストリア軍騎兵を撃退し、右翼では後続に道を譲っていた。 デュムーランのフザールがシュティレの竜騎兵ともに生き残りを相当した。このようにして、ザクセン軍の騎兵は、海戦壁等に壊滅し敗走した。騎兵の戦闘に続いて、ピルグラムスハイン南西では展開したザクセン軍と、近傍にいたオーストリア軍による、不評戦列に対し、若デスサを率いるプロイセン軍の不評戦列が、前進を開始した。 ザクセン軍の第一戦列は接近するプロイ戦軍と河川を交わしたところ、銃砲の攻撃と猛烈なマスケットの射撃を受け、加えて東からの風がプロイ戦兵の発砲によって生じる煙を自分たちの顔にしつけてくるので、若デスサウが銃剣突撃をかけるとたまらず、第二戦列の戦まで交代した。この後プロイセン軍戦列では、若デスサウの正面からの前進の加えて、 左翼のトルークセス、右翼では、デュムーランがそれぞれザク戦軍の側面に回り込もうとし、トルークセスは、この際ザク戦軍の砲撃を受けて戦死したが、攻撃は成功し、ザク戦軍不評は崩れた。すでに最終決を終えていたプロイ戦軍機兵が追い打ちをかけ、わずか一時間足らずの戦闘で、ザク戦軍は全面回送となった。午前七時ろ。 オーストリア軍はようやく兵の展開を行っているところだった。北でザクセン軍がプロイセン軍と交戦を開始した時、カール公使は、砲戦の音を聞いても、ザクセン軍がシュトリーガウを砲撃しているのだと思って、適切な対応を取らず、プロイセン軍の攻撃に気づくまでに数十分から1時間の時間を無駄にした。この遅れは致命的であった。今やオーストリア軍は、 ザクセン軍の敗走を受けて単独で優勢なプロイセン軍と交戦しなければならなくなったからである。一方の大王はザクセン軍の撃破を得た時点で海戦の勝利を確信していた。ザクセン軍の予想以上に早い敗走の知らせを受けて大王はまだ北に向かおうとしていた後続の部隊に西への転身を命じた。シュトリーガウとホーエンフリートベルクの間にはシュトリーガウを中心として 半円を描くように、北から順に、ピルグラムス・ハイン、ギュンタースドルフ、トーマス・バルダウ、ハルベンドルフの村があり、今、オーストリア軍は、後ろ三つの村の間に展開していた。ギュンタースドルフには、オーストリア軍の敵団兵が寄って、左翼の守りを形成し、ギュンタースドルフ・トーマス・バルダウ間に、不評戦列が並び、トーマス・バルダウからハルベンドルフの間に、騎兵が、展開した。 プロイセン軍は左翼にナッサウの騎兵軍団を置き、中央に不評戦列を形成して、オーストリア軍への攻撃前進を試み、右翼ではブランケン勢の旅団が村を押さえていた。しかし一方で、プロイセン軍ではザクセン軍への攻撃から部隊の多くがまだ戻っていなかった。加えてシュトリーガ右側にかけた橋が損壊した影響で、後方を進んでいた部隊の展開に、 遅れが生じていい。このような中、カール公使はまず右翼騎兵を前進させて、プロイセン軍左翼を突こうと試みた。オーストリアの騎兵に対応するナッサウの騎兵軍団は、プロイセン軍騎兵戦力の多くが、ザクセン軍港に投じられていたために劣勢であり、本来なら、オーストリア軍が主導権を握るべき局面であった。ナッサウ軍団の先方である、協助団に、 オーストリア軍のベルリヒンゲン率いる、騎兵旅団が先手を取って、突撃をかけようとしたところ、その右側面に、遅れて溶かした追転のフザール連隊が逆突撃を、かけ、ベルリヒンゲンの突撃は腰砕けになった。その後ナスサウの騎兵軍団が突撃を開始すると、すでにその頃トーマス・バルダウがポレンツの、プロイセン軍不評によって占領されていたことから、オーストリア軍騎兵は、 左翼からも攻撃を受け、その結果オーストリアの騎兵部隊は打ち破ら敗走した。午前8時ごろ、右翼の敗北が決定した中、オーストリア軍不評戦列は、プロイセン軍不評の攻撃を受けていた。大王は、戦列最左翼に、各連隊から抽出した5つの敵団兵大隊で、構成されたポレンツ両団ン当て、攻撃焦点と定めることで左から、 オーストリア軍を巻き取ろうとしていた。プロイセン軍は攻撃前進によって、オーストリア軍の第一戦列を交代させたが、しかし依然として、北で戦った不評が戻ってこないので兵力が不足し、戦列中央が薄くなっていた。オーストリア軍はここに反撃の機会を見出した。オーストリア軍中央の抵抗は、すこぶる眼鏡であり、正面にいた、 八ケ連隊やベーベルン連隊は大損害を被った。さらにまずいことに、ポレンツ旅団に引きずられて、プロイセン軍の戦列も左に消ベーベルン連隊と、ギュンタースドルフを抑えている部隊と繋がっている、ブラウンシュバイク講師の旅団に属していたために、動かなかった、八ケ連隊との間に、ギャップが生じた。オーストリア軍はこのギャップをつくために兵を繰り出そうとしていた。 バイロイト流騎兵連隊はこの局面において大いに活躍したことで有名になり、後には軍家にもなった。到着の遅れていたゲスラーの騎兵旅団に属するバイロイト流騎兵連隊がちょうどこの時プロイセン軍の不評戦列後方に到着したのである。この連隊は通常の倍の十個中隊で構成され、小規模な旅団に匹敵する戦力を持っていた。 バイロイト竜気兵連隊の突撃を主導したのが誰だったかには諸説ある。旅団を率いていたゲスラーか連隊長だったシュベリーンか連隊の隊員だったカゾットかいずれにせよこの連隊は味方のギャップを埋めさらに次の行動に移った。午前8時15分頃バイロイト竜気兵連隊はオーストリア軍不評戦列正面に対して突撃を観光した。 この場において、オーストリア軍に、騎兵の援護はなく、突撃を妨害する術がなかった。連隊はまず戦列の前に出ていたオーストリア軍、敵弾兵部隊に突撃した。600歩の距離から助走を始め、やがて全速力で突っ込んでくる、隆騎兵に、敵弾兵は、果敢にもその場所を維持し、20歩の距離で、一斉射撃を行ったが止められなかった。敵弾兵の列を突破した。 竜気兵はそのまま後方の主戦列に突入し、粉砕した。20分後、オーストリア軍の戦列を崩壊させた後、この連隊だけで獲得した捕虜は2500人、砲護門、軍機は67本を数えた。対して、連隊の損害は94名であった。午前9時、オーストリア軍は総退却に移行した。戦いは、プロイ戦軍の大勝利であった。 オーストリア軍はケーニヒグレイツまで配送して、ようやく部隊をまとめることができたほどである。フリードリヒ2世が大王と呼ばれ始めたのは、実にこの戦いに勝利を収めたことによる。プロイセンは戦況を再び優位なものとすることに成功した。バイロイト竜起兵連隊の活躍は、全軍の模範とされ、この例に習うように奨励された。大王は軍を米面に進出させつつ、 この優位を生かして、イギリスの仲介によるオーストリアとの和平交渉を再開するつもりだった。しかし、オーストリアにとっては、一回の大敗だけでは、主霊支援を諦めるには足りなかった。マリア・テレジアは軍を立て直して、カール公使に反撃を命じ、講和を得るためにプロイセンは、さらなる勝利を獲得する必要があった。この勝利を記念して、プロイセンでは、 エ園フリートベルク更新曲が作られたが、伝説では作曲したのは、大王自身であるという、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。